皆さんこんにちは。本日も東海道に去ってお散歩した様子をお届けします。小田原駅から芦ノ湖を目指して歩きます。駅から10分ほど歩いて小田原城に到着しました。残念ながら外からは全く天守閣は見えませんでした。今日もとっても天気がいいです。小田原城を通り越してまずは箱根湯本を目指します。左手に早川と右手に箱根登山鉄道に沿って歩きます。赤い車体と青い空、いいコントラストです。はい、箱根湯本の入り口に到着しました。思いのほか早く到着することができました。右手に止まっているのが小田急のロマンスカーですね。めちゃくちゃ天気がいいです。撮影したのが2021年の11月頃でしたが、ほどほどにお客さんも戻ってきていて少し安心しました。ちょっぴり早いですが、開店前から並んでお蕎麦をいただきます。山菜蕎麦、美味しかったです。水がとっても綺麗です。いよいよここからは山登りが始まります。頑張ります。はい、少しずつしっかり勾配がついてきました。ここからは車道の脇を歩きますので気をつけて上を目指します。ちなみに箱根駅伝は箱根を走りますが、箱根湯本から北側の道に分岐しまして、宮ノ下小涌園の方を通っていきますので別ルートとなります。こちらもなかなかの勾配ですが、伝わりますでしょうか。そこそこ山も色づいてきています。石畳の宿毛川自然単小歩道が出てきました。元箱根から旧街道を通り宿毛川に抜けるルートとなってます。今回はそのまま車道を登り続けることにしました。本当に天気が良くて良かったです。箱根の難所の一つ、女殺し坂、踏み間違えたら転げ落ちそうです。私同様史跡巡りしている方もいらっしゃいました。はい、ずっと狭い車道でしたが、ここからは箱根旧街道に沿って歩道に入っていきます。ずっと登ってきたので、ちょっと下ってしまうのがもったいない気もします。石畳が滑りそうなので、かなり慎重になってしまっておりますが、下ってよかったなと思えるぐらい綺麗な水が流れていました。この付近の石畳は江戸時代初期の石畳の構造だそうです。大沢坂を通ります。ここは石畳の上を流れてきた雨水を石畳の外へ追い出すための斜めの排水路があるそうです。ただ石を並べてるだけじゃないんですね。気づけば旗宿に到着しました。ここは戦国時代に宿場だったそうでして、江戸時代は正式な宿場ではなかったそうです。この辺りは寄木細工屋さんがとっても多いです。この辺りは寄木細工発祥の地だそうです。ここからくねくね道が続きます。今日は芦ノ湖付近に宿泊する予定です。宿場町ということで少しお茶屋さんなどもありました。ここからが山登りの本番です。やっぱり休憩どころがあるとすごくありがたいですが、今回は立ち寄らずに進みます。日本橋から23番目の一里塚、旗宿の一里塚です。これより 1.2 キロの間七曲がりということで、上り勾配 10% 超えです。
当時の人もだいぶ苦労したそうですね。難所、樫の木坂です。めちゃくちゃしんどかったです。今でこそ手すりもついてこう綺麗な階段になってますが、当時はもっとしんどかったんじゃないかなと思います。ここからは宿毛川自然単小歩道に沿って歩きます。目標にしていた見晴らし茶屋はお休みでした。見晴らしはバッチリでしたのでパワーチャージできたと思います。ここからは結構草ぼうぼうでかき分けて歩いていきます。猿滑り坂、難所の坂です。めちゃくちゃしんどかったです。はい、ここまで来てまさか追い込み坂と焦りましたが、緩やかな坂でした。結構膝に来てたのでかなり焦りました。はい、そして甘酒茶屋が見えてきました。お店がやっていることを祈るばかりです。甘酒茶屋の手前に旧街道休憩所ということで無料で立ち寄れる休憩所を発見しましたので中を少し覗いてみました。椅子もいくつかありましたので自由に休憩ができそうです。甘酒茶屋ですがめちゃくちゃ綺麗に色づいております。紅葉シーズン真っ只中となっております。建物の中は薄暗い照明と囲炉裏もあって雰囲気はバッチリです。メニューはもちろん甘酒はありますが、今回は冷たい抹茶しそジュースとお餅をいただきました。はい、染み渡ったところでもう一踏ん張りしていきます。途中車道と歩道が交差する場所がありますので十分気をつけて進んでいく必要があります。実は結構見た目以上に石畳は歩きづらくって体力が持っていかれます。ここから山を登りきったようなので少しずつ下り坂が始まります。ついに遠くに芦ノ湖らしきものが見えてきました。小田原から箱根路を登る旅人がいくつかの急所難所をあえいでたどり着いて一息つくのがこの場所ということですが、まさに今です。はい、東海道は松並木が多いですが箱根は杉並木が有名です。杉並木の横を歩ける歩道がありますが芦ノ湖よりも三島側になりますので次回の動画でご紹介させていただきます。はい、こういった階段も膝がきていてしんどいです。はい、ついに芦ノ湖に到着しました。芦ノ湖で紅葉を眺めながら一泊して明日は三島を目指して歩きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。